で次はちょっと BB がいますんで、はい、BB 見てみましょうか。ここで仲良くなるチャンスなんで。はい、ちょっと怪しみましょう。はい、寝をしてしまったサム。全然受けてませんけど、あのこういうあの仕掛けがいっぱいありますんで楽しんでください。ちょっともう一回ちゃんとじゃあ CB を愛してみましょう。いや小島さん流れが急すぎて受け止められないですよ。はい、はい、あやすこれでこういうことやってると親密度が高まるので仲良くなれます。あ、なんか眠たいです。もう一回来てみますか。はい、で、BB は嬉しそうにしている。 なんとなくドラクエ風。はい、もう一回行きましょうか。はい、おお、なんか反応してます。いい子だ。はい、こんな感じで、かわいい。はい、で次はじゃ あ, あのバックパックが見えてますけど、これカスタマイズできるんですよ実は。お、はい、そこをやってみましょうか。でまあこのままでもいいんですけど、はい、デスストはその武器装備が全部荷物になるので、はい、ここにポーチとかつけるとその分多く運べるんでちょっとやってみましょうね、はい、でグレネードポーチ、まあ、これもっと増えます。でちょっとグレネードポーチを、回転させたり、これで自分でレイアウトできます。でこれ1個に15個ぐらい入るので、これでまあ自分でレイアウトして、まあ、グレネードポーチばっかりつけるとものすごい数持てます。はい、で他にもバッテリー、これはバッテリーが増えるんで、これも横にしたりとか。結構大きいですね。はい、そうです、ちょっと大きいんで、はい、これあとユーティリティポーチはこれ血液パックが入るので、こればっかりすると血液パックまで運べます。で人によってスタイルが変わってくるんで、はい、でこの他にもいっぱい追加されます。で、あとアクセサリーっていうのがありまして、左にこれは今2つしかオープンしてませんけど、はい、テルテレ坊主、それから風車、うんうん、まあ、いっぱいつけます。でそれぞれ効用があるんですけど、はい、あのいろんな人に会ったりいろんなことするとこれが手に入ります。でテルテレ坊主は今皆さん知らないでしょ。そうですね、あんまなかなかあんま知らないですよね。あの雨が降るぞって遠足に行く前に前の晩にこれをドック下に吊るすと、うん、雨が降らないかもというまじないみたいなものですけど、ありましたね、これをちょっとつけましょう、はい、これをつけると雨が降りにくくなるのでゲイザーに会う機会がちょっと減ります。あ、本当にちゃんとそういった効果もあるんですか。はい、あります。で、ちょっと色も変えてしまいましょうか。はい、これ本当はもっと色増えていきます。今こんだけしかないですけど、まあ蛍光色とか人気ですけど、まあちょっと赤にしましょうか、うんうん、はい、赤にして、でちょっと回して見てみると、まあなかなかおしゃれな、はい、これで決定です。わー面白い。赤で決定をします。すると赤になってます。はいね、はい、本当だ、ちゃんと変わりましたね。はい、次はテーブル行ってみましょうか。はいはいはい、でテーブルもあのフラグによって乗ってるものが変わるんですけど、まあ、今日はこんなもんですね、はい、で右にこれ虫です。ゲーム中で食べてたあのフラジャイルが好きな、これフラジャイルが持ってきてくれてるやつですね。でこれちょっと食べてみましょう。いや見た目が結構、はい、これ食べると鉄分が増えるんですよ。はい、まず一個サムが食べます。はい、フレード、もう一個ぐらいいきましょうか、はい、ちょっと嫌そうな感じ。もう一個どう。逃げてる、みんな逃げてる、はいはいはい、あこれ、はいはい、これはあのノーマのアドリブです。はい、
で、ではルーデンスサングラスをちょっとかけてみましょうか。はい、こんな感じですね。かっこいい。ちょっとメガネ変えてますか。はい、じゃあサングラス当てたたいてますけど、はい、行ってみましょうか。はい、これは JA プレイさんとのコラボのサングラスです。はい、はい、で似合いますね。はい、どうですかね、サムは。ああ、いいにしてますね。どうやってくれ。じゃあちょっと帽子かぶりましょうか。ブリティスのこれコジプロブースで売ってますんで。はい、これノーマンがですね、帽子が似合うんで。はい、はい、めっちゃかっこいいですね。いいですね。はい、これね、お揃いでかぶれますからね。今ね。はい、おい、あ、まあまあな、洗面台言ってますけど、洗面台色変えてからいきましょうか。はい、ね、ちょっとこれ色変えれるんで、ちょっと変えてみましょうか。はい、でちょっと下見て、このブーツは、これレベル1なんで、どんどんごっついやつに変わっていきます。これ先ほど色変えたやつですね。じゃ耐久性とかも上がっていったりとか、はい、そうです、壊れにくくなったりとか滑りにくくなったりします。はい、でちょっと押してくださいね。で、ここも今3つぐらいしかないですけど、まあ、色を変えましょう。はい、帽子これも色も増えます。 赤にしましょうか。はい、赤で、サングラスは、何色をしますか。あ、白にしましょうか。で、普通のレンズに、メガネ好きの方のためにこれでこれでいきましょう。はい、お、はい、赤は似合う、似合ってますよね。見たい見たい。はい、あいい、ね、似合ってます。はい、ちょっと洗面所に行って、当然CG なんで全部見れます。すごいすごい、はい、あ、ちゃんとメガネになってますね。そうですね。でちょっとじゃあまたなんか出ました、これ。あ、すごい、ゲッツ。これですね、ノーマンも知ってたんですよ、ゲッツ。そうなんですか。あ、本当にこの、ね、はい、ゲッツ、はい、これはいいねはなんぼですかね。結構45も来ましたね。はい、でもまあこんな遊び方で、はい、戻りましょうか。はい、ナイスタイミングでシャッター切りましたね。次は後ろのかな、え、こっち、はい、そっち行く。あ、そっち行きましょう。じゃあ後ろにじゃあ端末があるんで、はい、これ手錠端末っていう普段してるやつと、はい、まあほぼ同じものが、機能があります。ちょっと行ってみましょうか。はい、で、ここでいろんなメニューがあります。でオーダーというのが、今プレイヤーがオーダーしているメインミッション、サブミッション、それから他のミッションもありますけど、それのどれを受注してどの段階かが全部分かるやつですね。はい、で、このゲームですね、いろんな人と出会ってつないでいくとメールが来ます。ゲーム中に端末にメールが来て、ゲーム中で見てもいいですし、このプライベートルームで見てもいいですけども、ちょっと開けてください。ネタバレがあるんで、まあ、3人しかいませんけど、こういう、まあ、感謝のメールとかヒントとか、はいはい、そういうのが来ますんで、あるいはここでメールを発注してくる人もいます。なるほどなるほど。でこの人は時雨農家っていう人なんですけど、はい、ビールを運んでくれるって運んできたんで、今ビールがテーブルにあります。はい。で他、はい。ですね。で、ここの名前の横に星があると思うんですけど、はい、この星マークが多いほど親密度が高い。なるほど、それを見るんだ。そうですね。上がっていくと関係が良くなって、いろんなことができるようになるっていう。はい。でこの下がこうデータアーカイブっていうのが、繋いでいくと各地に断片的に残っていた記録がどんどんここに集積されますんで、
これを見ていくとよりデス・ストランディングの世界観が分かってくると。なるほど。ちょっと中見てくださいね。結構濃いんで、いろんなことが書かれてるんで、こういうの好きな人は、はい、ここ見てもらっていいと思います。いや読みたいやつ、用語の解説とかもありますんで、うん、はい、これもものすごい数入ってます、はい。で続いてブリッジリンクというのはですね、自分と世界中にいる別のサムとつながります。いいねのやり取り、はい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 、でその人たちとの関係が分かる、まあ、モードですね。この人とはこの関係、この人とはこの関係っていう、うんうんうん、でそこを見て、まあ、関係を深めたい人がいればストランド契約っていうのができるんで、フレンドじゃなくてストランド、ストランズ、そうすると、まあ、もうちょっとよくいいことが起こるみたいな。そうなんですね、はい。で次行きましょうか。これはミュージックプレイヤーですね。あ、はい、はい、それ中入ってもらって、ここで曲はどんどん増えていきます。今ローローアの曲とか、これはまあ昔 E3 のトレーラーでかけたやつ、はい、あとサイレントポエットさんのこの間かけたやつ、そして星野源さんの、はい、でこれ以上飲むと暴れたりするんで、ちょっと今日はやめてますけど、普段はモンスターの感があって、まあ、ジュースを飲んで、まあ、回復するもうすでにちょっとね行動がいい感じになってましたよね、はい、感じですね、はい、へー、もうおあ、いいんですね、ありますよここに、あ、はい、はい、モンスターがここにありますよ、はい、あ、モンスター持つんです、はい、はい、モンスター、はい、一応ねこれもあります、コラボ商品で、ね、こちらの方にあるんですけども、ね、はい、一番最後でね改めてまたご紹介しようかと思いますけれども、はい、はいはい、じゃあ、そろそろ外に出ましょうか。いいんですか、はい、なんか嫌がってるんですけど、嫌がってますか、え、出ます、はい、出ます。で